吉田勤発見動画チャンネルの吉田勤です。食べ物の業界のニュースで大きなニュースが載っておりました。この納豆で、クメ納豆というのがあります。こちらです。そしてそうしたもののライバルの中にはこういうカメ納豆というのがあります。この中でクメ納豆が倒産をした、会社構成を申請をしたということがニュースになっておりました。非常にこの身近な商品です。そしてさらにそのこのクメ納豆を蜜柑酢で有名ですが、その蜜柑がこの系列に入れるということで救済をするということも合わせて載っておりました。とりあえずこのクメ納豆は生き残っていけるというような見通しが立ってきたわけであります。私はいつもこの小さな状態でいただいておりますが、ぜひこの家庭に上りますご飯の共になります納豆というものが引き続き続いていってもらいたいと思います。もちろん知らない間にこういう大きな競争があって、それぞれこの業界の中では結構大手であったクメ納豆にこうした危機が訪れているということを知りませんでした。こちらを今日食事の中でいただきたいと思います。それではご案内終わりました。